この動画の説明欄にあるチケット購入ページはこちらというリンクをクリックします。こちらがツイキャスのチケット購入ページになります。ツイキャスのホームページから見たいコンサートのチケット購入画面に飛ぶ場合は、こちらにライブユーザーを検索という欄があるのですが、こちらではなくて左側にある公式ストアをクリックして、こちらのライブユーザーを検索のところにライブのタイトルを入力してください。そして検索をするとこうやって出てきますので、こちらをクリックすると同じページに飛ぶことができます。ツイキャスのチケットを購入するには、ツイキャスアカウントにログインして購入する必要があります。ログインして購入するをクリックすると、ツイキャスにログインする方法がいくつか出てきます。 Twitter、Facebook、Instagram、Mixi、キャスアカウントでログインすることができるのですが、キャスアカウントというのはこのツイキャス専用のアカウントになります。こちらはこのキャスアカウントを作成というところから、まだアカウントをお持ちでない方は進めてください。新しいアカウントを作るのが面倒だという方は、こちらの SNS の情報を使ってログインすることができます。例えば Facebook の情報を使ってログインする場合は、こちらをクリックするとこのように Facebook にログインする画面が出てきます。こちらに情報を入力してログインするとこのような画面になります。こちらは Facebook の情報をツイキャスに提供していいですかという確認になります。注意事項も記載されていますので、こちらが OK という方はこのままログインをしてください。SNS 経由ではなくてキャスアカウントを使ってログインをしたい場合は、こちらのキャスアカウントを作成からアカウント ID、お名前、E メール、パスワードなど必要事項、そしてプライバシーポリシーをご確認いただいて、キャスアカウントを作成をクリックするとアカウントが作成できます。これでアカウントを作成することができたので、先ほどのチケット購入ページから購入するをクリックします。内容を確認して間違いがなければ、こちらの注意事項を確認して同意する、お支払いへ進みます。支払い方法はクレジットカード、Amazon Pay、ネット銀行、Paygy、コンビニ払いがあります。いずれかの方法を選んで必要事項を入力の上、次に進んでください。正しく支払いが行われると、こちらの購入完了という画面になります。こちらの内容を確認するをクリックすると、自分が購入したチケットの詳細が表示されます。このままライブ視聴ページへをクリックすると、こちらの当日配信されるページに移動します。ページを閉じてしまった場合は、ツイキャスのホームページの左側公式ストアから、この上のところにある購入履歴をクリックすると、これまでに購入したチケットが表示されます。こちらのライブ視聴をクリックすると、先ほどのライブ配信のページに移動します。配信が終わってアーカイブを視聴する場合は、こちらの公開中の録画をクリックします。今はまだコンサートが終わってないので録画ゼロになっていますが、コンサートが終わるとこちらからこの視聴期限2021年9月19日の23時59分まで、コンサートが終わって2週間録画を視聴することができますので、ぜひ何度でも楽しんでみてください。スマートフォンを利用される方はアプリをダウンロードするのがおすすめです。 iPhone など iOS のスマートフォンをお使いの場合は APP ストアから、 Android のスマートフォンをお使いの場合は Google Play ストアからツイキャスで検索して、こちらのツイキャスビュアーというアプリを入手します。こちらのアプリを開くと、先ほどと同じようにログインが必要になります。まずは利用規約に同意して開始、こちらは必要な方は設定をしてください。右下のマイページをクリックして、新規登録ログインのところから、先ほどと同じように SNS を使うかキャスアカウントを使うか、いずれかの方法でログインをします。ログインが終了したら、このまま下の方に進むとサービス公式ストアというところがありますので、こちらから先ほどと同様にコンサートのタイトルを入力して購入という風に進みます。当日はアプリのマイページ、先ほどのページの公式ストア購入履歴からライブ視聴をクリックすると、コンサートの視聴ページに飛ぶことができます。アーカイブも同様にこちらのボタンから視聴することができますので、ぜひお楽しみください。何かご不明な点がありましたら、こちらのコンサートのページの下の部分、こちらにも
しっかりと説明が載っていますし、このプレミア配信視聴ガイドというところをクリックすると、詳しくこちらにも方法が載っていますので、合わせて確認してみてください。